毎回さまざまなお題を縦横無尽に語る白菜ラジオ第69回目の今回は、お題100匹目の猿現象、映画ペリカン文書、朗読大量出血、100匹目の猿現象は本当か、そしてその現象の可能性に迫ります。皆さんこんばんは、白菜です。白菜のラジオ第69回目ですね。今回はまあ都市伝説というか、なんというかというところで、100匹目の猿現象というものを取り上げてみようと思います。そしてお題をまあ始める前のですね、小話なんですけど、この間ちょっとネットの記事を見てたら、なんか引きこもりのことがなんか書いてあるのがあって、でそれをちらっと見たらですね、週末の夜に一人でご飯食べるのがまあ孤独だから、こう同じようなね、こう辛さとかそういうものを抱えている人たちで集まってみたいなのがなんか書いてあったんですけど、まあね、そもそも別にね、週末の夜一人で飯食っても別にいいじゃんって私は思うんですよ、別にね。でまあ、あの状況によっては、それが寂しいと思うシチュエーションとかもちろんあると思いますよ、あると思うんですけど、まずね、その週末の夜に一人でご飯食べるのは普通の人以下なんだとかね、例えばですよ、で寂しい人間だとかっていう、そういう思い込みがもしなんか前提にあるんじゃないかなとちょっと思って、もしそうだったら、もうそもそもその思い込みをいらないものなんで、それ捨ててしまった方がいいんではないかなと。あとですね、引きこもりしちゃってる人はまあいろいろ、このそれぞれね、一人一人理由があると思うので、まあ似てるというのもあっても、やっぱり一人一人違うと思うので、その状態を脱するためにはやっぱり一人一人ちゃんとヒアリングした方がいいと思うんですよ、確かに。でそういう支援が必要だとも思うんですけど、ただその支援をもらう前に、自分でもなんかこう、自分にとって何が幸せなのかとか、どうしたいのかとか、そういうのを自分の中で知っておく必要があると思うんですよね。それしないと、支援のためにイヤリングをされても、なんか自分の中で何も分かってなかったら、これからどうしていこうっていうところでちょっと答えられないんじゃないかなと。で最悪答えが出なくても、とりあえず考えてみるっていうことはやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですよね。自分にとって何が幸せで、どういうふうにしたいのかっていうのは自分にしかわからないですからね。いくらその手を差し伸べても、やっぱりその差し伸べられた手を掴む気がないのであれば、それはもうどうしようもないので、いくら差し伸べてもね。まあ、私は引きこもりまでは行ったことはないですけど、まあ、そうですね、対人関係で悩んだことはありますよ、だいぶ。人の目見て話せなかったりね。ちょっともうなんか、普通に喋るのも怖いみたいな時もありましたから。まあまあ、なんで、ね。まあ、いろいろ大変な部分があるのは、なんとなく私自身もわかるんですけど。ただ、死にを待つだけじゃなくて、やっぱり自分の中でも少しずつね、何かしていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。はい。では、お題の方に入りたいと思います。100匹目の猿現象というやつですね。これ何かというとですね、宮崎県の幸島というですね、小さい島があります。で、この島で、1948年にですね、京都大学の研究グループが、ニホンザルの、観測をしたと。で、その4年後の52年に、サツマイモの餌付けをしてですね。で、その翌年に芋って名付けられたメスの猿がですね、それまでは誰もやらなかった。芋を砂がついているサツマイモを川の水で洗って食べるっていうね、ことをしだしたんですって、一頭がね。そしたらそれが徐々に他の猿にも伝わっていって、ある時、生き地、なんていうのかな。
その、あるところを超えたら、なんか、臨界点みたいな感じかな。っていう、まあ、があって、そこのところが、まあ、100匹って言われてるんですけど、その100匹を超えたときに、今までその、やる猿とやらない猿がいたのに、全部に広まったと。一瞬で。なんかこう、一気にそれをインストールされたみたいに、全部の猿がそれをしたと。で、それどころか、その島の、麹島の猿だけじゃなくて、麹島のその群れの猿だけじゃなくて、別の、例えば島にいる猿とかね、いうところまで広がったと。だから、なんかそういう、基準というか、なんかの、ところがあって、そこを超えると一気にブワッて広がるんじゃないか、みたいな話。それが観測されたんだ、みたいな話です。で、それを広げたのがですね、イギリスの生物学者のライアル・ワトソンという人で、この人がまあ言ったと。で、この人がですね、霊長類、日本の霊長類研究の第一人者である河合博士という方のね、論文を参考文献に挙げて、それを広げたと。これが本当だったら、本当になんかすごい興味深いというか、なんか面白くもあり怖くもあるというところなんですけど、実はですね、これは本当ではなかったということなんですよ。っていうのはもう証明されてて、本人がですね、違ってたっていうこと、あれは創作だったみたいなことを言ってて、で、他の、教授とかが、実際にその河合博士とかにも話を聞いたけど、そういうなんかワトソンが言ったようなことがあったのかと。いや、そんななかったよ。っていうふうに言ってて。で、まあ、作り話だった。で、確かにその、真似る猿はいたらしいんですよ。ね。一頭がやり始めたら、同じように真似する猿はいたと。だけど、一定数は、絶対にやろうとしないとか。やっぱりそういうなんか、天の弱じゃないけど、そっちの方がいいなってなんとなく分かっててもやらないみたいななんかあるじゃないですか。ね。そういうグループもいて、だから決してその 100% にはならなかった。だから全部に広がったっていうのはもう本当ではなかったということなんですよね。だからまあなんか残念というかなんというか本当だったら面白いなというところではあるんですけど、ただですね、まあこれ自体は確かにこの100匹目の猿現象というのは作り話でしたと。だけど、まあ、集団心理なんていうのもあるようにですね、その場の雰囲気とか、みんながやってるからっていうので、やり始めるっていうのは確かにあると思うんですよ。で、かつ、そうやっていろんな人が多くがやり始めても、いや、それでも俺はやらない、私はやりません、みたいな、そういうちょっとこう、なんだろうな、ひねくれてるっちっちゃあれですけど、あえてやらないみたいな、やっぱりね、人も一定数いるじゃないですか、どうしたって。だそういう部分ではなんか、猿でも同じなのかなっていうところで。で、ほら、今でも例えば、信号とかで、まあ信号赤になりました。まあ止まりますよね、普通。だけど、赤信号で止まって車来てなかったら、まあそんな大きい、信号じゃなければ、ね、渋谷のスクランブル交差点みたいな、ああいう、なんか大きいところだともかく、ちょっとした信号だったら、ちょっと朝の急いでる時間とかだったら赤でもパパって周り見て行っちゃう人もいるじゃないですか。ね。で、あれも面白くて、先にこう、あれ前を歩いてた人が止まってると、止まる人もいたりとかして。で、だけど誰か一人が動き出すと、周りもちょっと何人か動いたりするんですよ。でも全員じゃなくて何人か止まってたりするわけです。あれは結局何ですかね、自分だけが違うっていうことに一瞬不安を感じるからなのか。ね、そうやってなんかこう、人が言ったからじゃあ自分も言っとけみたいな。一番手は嫌だけどみたいなね。なんかそういう心理があるのかなと。ただまあそんなの関係なく、誰も渡ってなくても、もうなんかもう going my way で、すって行っちゃう人もいれば、全員が渡ってっても普通に変わるまで待ってる人もいるわけで、100% っていうのはやっぱりちょっと、なかなかね、
難しいというか、そんなことあんのかなっていうちょっと気もするんですよね。で、ただですね、この、100匹目の猿現象の、まあ、なんていうか、前半部分というか、最初は他の猿が真似てました。で、一定数を超えたら、全部の猿が真似をするようになりましたっていうところで、確かにその、一気にバッて最終的に広がったっていうのはあるけど、その、麹島の猿だけで言えば、全員がですね、芋を洗ってる猿を見てるじゃないですか。だけど、その後の、他の島の猿とかに広がったっていうところは、見てないのに、テレパシー的に伝わったっていう話なんですよね。でもまあ確かにその場で見ていなかったとしても、こう、イメージが広がるみたいな。で、そのイメージが広がることによって固定観念が壊れるみたいなことっていうのは、なんかあるとは思うんですよね。うん。で、まあ例えば、まあ、見ていないっていうのとはちょっと違うかな。ただですね、そのイメージが一気に変わって、できないと思ってたことができるようになるっていうところで言うと、100メートルのね、10秒の壁とかね。昔は100メートル10秒を切るっていうのは人類には無理だみたいな。そういうふうに言われてる時もあって。だけど、で、そう言われてたら、例えばそれが権威ある人とかがそれを言ってたら、ああ、もう無理なんだって、なんとなくやっぱり人間を思ってしまいがちなわけですね。だけど、中には天の尺がいて、いやいや、そんなことないだろうと。どうすれば切れるかっていうことだけを考えて、トレーニングしていく人とかもいて。で、ある時、そういう人は10メートル、いや、ごめんなさい、10秒の壁をぶち破るわけです。そうすると、一気にイメージが変わるんですね、バーンって。あ、10秒切れんじゃん。で、イメージが変わる。変わった瞬間に、あのね、もう、10秒は壁じゃなくなるわけですよね。で、これはまあ、見たからとか、聞いたからっていうのはあるんでしょうけど、これがある意味一番近い、こういうのが一番近いような気がするんですよね。なんか一気にブワーって広がるっていうのがね。あの、噂で聞いただけだったとしても、実際にその、テレビ画面で10秒を切った瞬間を見ていなくても、誰々が10秒切ったらしいよって、え、本当って言って、それを信じたら、あ、10秒って切れるんだって思ったら、今まで無理だと思ってたことはできるんだっていうふうにイメージが一気に変わるわけですね。それとか、あとですね、ちょっとこれ競馬の話なんですけど、昔ですね、まだ、ジャパンカップってありません ?11 月にやってるね。あれが最初できた頃っていうのは、まだまだ、今はもう別に日本の馬が勝つのは普通ですけど、普通にありますけど、でも当時は日本の馬が外国の馬に勝つっていうのはまだまだレベルが高かったんですよね。で、ただですね、まあ強い馬もいたから、たくさんね。いくらなんでも、まあなんとかなるだろうと。多少そのなんか、まあ、勝てなかったとしても、いい勝負はできるだろうと思ってジャパンカップ開いたら、コテンパンにやられて、で、第1回勝ったのがね、メアジードーズっていう、牝馬だったかな?メス馬ですね。なんかあの、見た目もあんまりなんか、そんな良くないというか、まあ、こういった失礼ですけど、そんなになんかこう、うわ、強そうだなっていう感じでもない。で、海外で、その、そんなに別に活躍してたほどの馬でもなかったのに、当時日本最強だった。なんだっけアンバーシャダイだったかなっていうのがいたんですよ、昔ね。すごい前ですけど。で、その馬ですら全く歯が立たず、日本馬最高5着とかだったかななんですよ。で、その後回を重ねるんですけど、全然勝てないんですね。で、これはもう無理だと。日本の馬は海外の馬に勝てないと。これあと今後10年ぐらいは勝てないだろうと。いうふうにちょっとこう絶望感が漂い始めるわけですよ。で、人間、やっぱそう思っちゃうと、その思い込みに支配されて、実際にはそうじゃなかったとしても、そういうふうにこうなんか自分からそうなってってしまうというかね、そういうのがある。ところが、ある時ですね、三冠馬が生まれます。
ミスター CB という馬ですね。追い込み馬なんですけど、あの、菊花賞とかの勝ち方とかもちょっとね、意味がわからない、なんか勝ち方をしてて、常識を覆すようなね。で、三冠馬ですから、その、ミスター CB っていうのが、三冠取る前は、聞いたことあるかもしれないですけど、新山っていうすごい強い馬がいて、その馬が三冠を取ったっきり、出てなかったんです。で、それ以来、新山以来、新山の前のセントライトっていうのがいたんですけど、それはセントライトが初代三冠馬で、セントライト新山で、そこからだいぶ間が空いて、ミスター CB が出てきたんですよ。で、そのジャパンカップでボロ負けになしてて、もう勝てないっていうところ、三冠馬が来たから、お、これミスター CB ならいけるだろうと。みんな期待しますよね、当然。で、海外の、その、関係者もね、海外の馬の関係者も、お、三冠馬かと。これならやっといい勝負できるかもね、っていう、ちょっとこう上から目線でね、言ってきて。まあそういう態度をするわけですよ。記者会見とかでも。だけど、ミスター CB が、やっぱりこう、三冠レースって過酷ですから、で、ローテーションもきついのに、ジャパンカップを回避するんですね。三冠取った後のジャパンカップ。で、それは海外の関係者なんだと。やっと、いい勝負できるかもしれないやつがね、出てくると思ったのに、またこれは俺らの楽勝だな、みたいな態度を取るわけですよ。そしたら、その時の、コバね、クラシック、その三冠レースに、出られる、年齢よりもうちょっと後。今で言うと、4歳かな。4歳以降、まあ、コバと呼ばれるね。古い馬とか言って、コバと呼ばれる、ところの、当時コバ最強の競泳プロミスという馬がいて、その馬の関係者がその記者会見で、ミスターシビア確かに出ないと。だけど、コバ最強の競泳プロミスがいると。自信満々に言って、だけど周りは、いやいや、そんな今までもいたじゃねえかと。でもダメだっただろうと。ミスター CB が出た頃だけで話になんねえよっていう態度を取るんですけど、いざ、レースが始まったら、結果はなんと、たった1着とたった35センチ差の2着。で、レースが終わった後ですね、競泳プロミスは骨折をしていて、前足をね、もうそれで現役引退になっちゃうんですけど、でもそこで、その、イメージを一気に変えるんですよね。今まで、勝てるわけがないと。まあ、正直、レース始まるまでそうだと思いますけど、あともう何年も、下手したら何十年も勝てないだろうと思われていたところで、その結果を出したから、競馬関係者とか、見ている人たちの中で、変わるわけですよね。イメージが。勝てるかもしれないって。で、もうほんとその通りというか、面白いことにですね、その翌年のジャパンカップで、初めて日本馬が、カツラギエースという馬がですね、ジャパンカップに勝つんです。で、そのカツラギエースが勝ったジャパンカップで、の年に、史上初の無敗で三冠を取った。そしてジャパンカップ3着するんですけど、シンボリ・ルドルフというですね、馬が出てきて、まあそのカツラゲーザー勝った時は3着で初めて負けちゃうんですけど、でもその翌年、ルドルフがジャパンカップ勝って、で、その年は2着も日本馬だったんですよ。まさに、競泳プロミスが頑張ったことによって、まあイメージが変わって、そういう風になってったと。まあもちろんそれは偶然だという風に、まあ言ってしまえばそれはね、そういう見方もできるかもしれないですけど、ただやっぱり、イメージが変わるっていうのはそれぐらいインパクトがあること。で、一気にバッて広がるんですよ、そのイメージが。あと、まあ歴史で言うと、当時というか、明治維新の頃、まあ明治維新もっと前か。その当時は、白人の、まあ、西欧とかね、アメリカとかが、テクノロジーでも圧倒してて、で、アジアとかは、まあ、やられちゃってるわけですよね。
で、こう、戦うんだけど、ボロボロにやられるから、もう白人には勝てないってイメージが浸透していた中で、いわゆる有色人種と言われるね、その人たちの中、日本人も含めてね。だけど、唯一日本だけができないとは思わずに、明治維新をやって、近代化を成し遂げるわけです。エドワール・ルトワックさんというですね、戦略家がいますけど、あの方の言い方を借りれば、他の国も部分的には、その近代国家の制度を入れたと。だけど、全体的にパッケージみたいな感じで全部を取り入れて、一気に近代化になったのは日本だけだと。いうふうに言ってて。まあ。で、その近代化を成し遂げた日本が日露戦争に勝ったりとかしてね。で、戦えるんだ、勝てるんだっていうふうな形でイメージが変わるわけです。今まで絶対に勝てないと思っていたけど、戦えるんだっていうふうにイメージが変わる。で、その後は、まあ、歴史が変わるわけですよ、ね。どんどん。それぐらい、イメージがね、その、一気に変わるっていうのは、大きいものがあると。だからなんか、伝達、その、していくっていう、この100匹目の猿現象の、後半のバッて広がるっていう意味のイメージに一番近いのはそういうところじゃないかなというふうに、まあ私は個人的に思うんですけど、あとはなんかその雰囲気とかね、そういうので目には実際に見えないけどなんか感じるものってあるじゃないですか。人と会った時とか話した時とか、なんかこの人は感じがいいなとか、なんかこの人は嫌な感じがするなとかね。子供とか動物とかっていうのは、そういうのより感じやすいと思うんですけど、あとは、なんとなくこの人こういうこと考えてるかなとかっていうのが、なんとなく雰囲気で分かったりとか、まあそれが合ってるかどうか分かんないですけど、ね、なので、必ずしもその、なんだろうな、言葉で伝えてないから何も伝わらないかっていうと、目に見えない何かで、こう、伝わっているっていうのはあるんじゃないかなというふうに思います。ただそれを意図的に特定の集団にこう広げる方法っていうのは、まあ、ないですよね。テレパシーで例えば特定のグループに送るとかね。もしそれができれば、まさにこの100匹目の猿現象の、まあ、創作ではあったけれども、他の島の猿にも同じ行動が広がったっていうのが実現できる。でももしそれが実現できたら、なんか面白いけどやっぱりちょっと怖いですよね。いきなりすって何か入ってきて、わけわかんないけどなんかその行動を始めてしまうみたいな。で、それがやっぱり一番近いのは、テレパシーというやつかなと思うんですよね。で、このテレパシーの実験をやってる人がいて、2000年代に入ってから。まず一人がですね、ワッカーマンという人で。まあこれどうでもいいんですけど、私は一瞬ですね、アッカーマンかと思ってしまいました。アッカーマンというのは進撃の巨人のですね、登場人物のね、一部。ミカサ・アッカーマンとか、リヴァイ・アッカーマンとか、ケニー・アッカーマンとか、まあアッカーマン一族っていうのはいるんですけど、なんか一瞬それを思い浮かべてです。思い浮かべたけど、テレパシーと全然関係ないなと思って、まあ、すぐに頭から消しましたけど、まあ、どうでもいい話です。はい。で、そのワッカーマンという人が、脳波測定と、FMRI、機能的磁気共鳴画像法っていうのを使って実験を行いましたと。これ、ウィキペディアを参考にしてますけど、二人の隔離された人間の間で脳活動が同期発生するっていう可能性を示した実験をしています。どうやったかというと、まずですね、関係あるなしに関わらず、ペアの二人に一人ずつ隣り合う部屋に入ってもらいます。で、部屋は外部から音も光も遮断されています。そして、電磁的なものにも隔離された密室になっていますと。で、その実験群のペアの場合は、片方の被験者に部屋のビデオスクリーンを通じて一定の視覚刺激パターンを見せると。
で、このパターンの停止は1秒間で、3.5 秒から 4.5 秒間隔、72回停止します。そして同時にこの被験者の頭部6箇所に設置した電極から脳波を記録する。で、一方で、隣室にいるもう一人の被験者は静かに待機しているだけで視覚刺激は与えられない。だけどこの被験者からも脳波の記録は同時に取ると。で、この対象群ペアの場合は、被験者たちは全く同じ条件下に置かれるが、視覚刺激だけは与えられない。どちらの場合でも、被験者たちはお互いが隣室で何をしているのか全く知らないと。まあ、知りようがないということですね。なんですけど、実験の結果は、脳波の同期活性を支持するものであったと。いうことで、視覚刺激を受けた被験者の視覚性誘発電位というのが最大値を取る時間と同期して、視覚刺激を受けなかったもう一人の被験者の脳波にも、通常時の揺れを超える大きさの揺れが頻繁に起こっていたと。だからその、まあ、揺らぎというふうに、脳波の揺らぎ現象というふうに言うみたいなんですけど、その仲がいいとか、知ってるとか知らないとかね、その人を知ってるとか知らないとか、そういうのに関係なく、赤の他人同士であっても、その脳波の伝達が起こっているっていうことの一つの、まあ、証明になったというものらしいです。そういうことが、まあ、実験でなされている。で、もう一つ。2004年にラディンという人が実験を行っています。この実験はですね、11組の成人カップルと2組の、親子、母と娘のカップルを採用しましたと。で、各カップルには互いにつながりを持っているという感覚を持ち続けるように要請した。まあ、相手任せっちゃ相手任せなんでしょうけどね。ただまあ、ただ言うだけじゃダメなんで、それに集中できるように、個人の持ち物ね、時計だとか指輪だとか、その個人的な品をカップルの中で交換させて、で、実験中にずっと握っているように指示をします。まあ、お互いを意識するようにですね、思いをこう通じ合わせるみたいな感じで。で、カップルは相談して、どっちが思いを送る側、どっちが思いを受け取る側になるかを決めました。で、お互いから、電磁的に隔離された密室、個室に一人ずつ入ってもらうと。ここは、さっきのワッカーマンのと同じ感じですね。で、その次に、送り手が受け手に思いを送るスタートの合図として、送り手に対して別室で待機している受け手のビデオ画像がライブで放送されました。ライブ画像は1回あたり15秒。この画像は17回から25回でランダムな間隔で提示されました。送り手は受け手の画像がモニターに映ったら、受け手の個人的な品を手でこう握ってその人のことを思うと。で、受け手側は、いつ自分がその、自分の姿がね、送り手側にライブ画像で放送されてるかは知らないんですよ。何にも。その状態で、その一人個室に入って、送り手のことを思い続けていますと。で、どうなったかというと、で、その状態で、それぞれのカップルの頭部に、また電極を設置して脳波を測定しますと。で、まあ、ノイズとかの関係もあって、そこでね、実際の、その、本当の欲しい結果が邪魔されてしまうと困るので、ノイズのテストもしたけど、同期的に発生するノイズは認められませんでした。という条件で実験をしました。その結果、ビデオの画像が放映されると、それを見たですね、送り手側ね、ビデオを見て、こう、相手を思うのは送り手側ですから。送り手側の脳波には、視覚性誘発電位の揺れが、観測できたと。この数はなんかあんまりよくわかんないんですけど、放映開始後368ミリ秒をピークとして生じると。で、まあ、ただここまではなんか自然のことらしいんです。この時に、受け手側ね、受け手側の脳波に何か起きているかを調べたら、こちらにも、送り手の脳波のピークは64ミリ秒遅れて、強度は小さいけれども、脳が活動したことを示す揺れが確かに生じていた。で、その送り手側の視覚性誘発電位っていうものの
強弱によって、受け手側もちょっとそれが変わるっていうね、そういう結果が出ましたよっていうことで、で、ラディンは、何らかの未知の情報的あるいはエネルギー的交換が確立された人々の間で存在するという仮説を肯定せざるを得ないことを示唆したというふうに、まあ、言っているそうです。まあ、この実験をもってして、全部ね、そのテレパシーは存在するんだって言い切れることは正直できないとは思うんですけど、ただ、例えばですけど、呪いとかね、ああいった類のものも似たようなもんじゃないかなというふうに思うんですよ。念みたいなものが相手に飛んで、で、それが届くから相手に何かしらの影響を与えると。その念そのもので相手の例えば心臓に息潰すとかっていうのは、それはまあ貞子とかああいうレベルになったら知りませんけど、普通の人間にはまあ無理でしょうけどね。ただその念を送るという意味では、それが、例えば、こう、光に、こう、包まれるような、あったかい感じのものなのか、どす黒い、なんかもう、浴びたらこれ死んじゃうよね、みたいな感じのものなのか、っていう違いはあれど、その、念を飛ばすという意味ではね、そういうもので伝わっていくっていうものはあるんじゃないかな、と思います。あと、他のやり方で、なんかその、100匹目の猿現象を起こす方法あるかな、と思った、ちょっと考えたところ、まあ、これ物理的な話ですけど、X ファイルでなんか宇宙人とかやりそうな感じがしなくもないですけど、チップね。なんかチップみたいなものを、密かに埋め込んどいて、いろんな人に。で、そこに信号を送ったらその全員をコントロールできるとかね。同じ行動をさせるようなことが、できるかもしれない。チップが埋め込まれてれば、で、そのチップに対して信号が送れる範囲にいれば、たとえどこにいようと、その人たちを同時に、ある瞬間に同じことをさせることも可能なのかなと思ったり、ね、あとはまあちょっとスピリチュアル系の話で言うと、潜在意識っていうのは根底のところで繋がっているから、みんなね、そこのところを伝わって、こう、伝達されていくんじゃないかとかね。そういうのもある。あと、例えば、そうだな。なんかその、生き霊ってありますね。で、生き霊はな、死んでないけど、生きてる人間のからこう出ていく、なんだろうな、霊体みたいなもの。で、その霊体が、例えば、一つの、なんか、そうだな。例えば、100人単位で一つとかね。なんかでかい塊があって、そこにこう、くっついてますと。そこから出て、なんかその100人で1グループみたいな感じであったら、その塊のところに何かを注入して、やったら、その100人に一気にある情報を伝達させることはできるとか。なんかいろいろ想像は膨らむなというところで。だからこの100匹目の猿現象そのものはだけで言っちゃうと、なんだ嘘かよ、ちょっと残念だなっていうところではあるんですけど、でもそこからいろいろ話というか、まあ想像を膨らませていくと、これはなかなか面白い話だなというふうに思うんですよね。なので皆さんもですね、なんかこうこうやったらできるんじゃないかとか、この最終的にね、その離れたところにいる特定のグループに同じことをさせるために情報をバッと送るっていうことをどうすればできるかとか考えてみると、まあそれを考えたからといってですね、別にテストの点が上がるわけでもなければ仕事ができるようになるわけではないと思いますけど、まあそういうね、どうでもいいというか、まあしょうもないというかことではあるけど、そうやって頭使ってみるとなんか面白いんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回のお題は100匹目の猿現象についてでした。はい、では今週の映画です。今週はペリカン文書という映画ですね。結構古い映画ですね。1993年、日本では94年に公開された映画です。
主演はですね、ジュリア・ロバーツ、そしてデンゼル・ワシントン。ジュリア・ロバーツが、法学生、まあ、法律を学んでいる学生で、デンゼル・ワシントンが記者ですね、やり手の記者の役で出てます。ジュリア・ロバーツはダービー・ショーという役名で、デンゼル・ワシントンはグレイ・グランサムという名前ですね。で、これはですね、裁判絡みの、まあ、お話なので、リーガルサスペンスというものに分類されるようです。ある時ですね、その、ダービー・ショー、まあ、ジュリア・ロバーツ演じるダービー・ショーが、最高判事がですね、殺される事件が起きます。二人の最高判事が暗殺される事件が起こると。で、ダービー賞はいろいろ調べてですね、なんでその二人が殺されたんだろうというところの、まあ、想像でなんですけど、あくまで。書くんで、仮説を書くんですよ。そしたら、まあ、それがこう、いろいろですね、彼女を担当している教授から、いろんな人の手に渡ってですね、大統領というか、まあそちら側の人たちにまでそれが渡るんですよね。そしたらなんとそれが、すごくこう、真相に近い。これは、バレたらまずいと。この女なんか知ってるんじゃないか、みたいな話になって、巻き込まれるような感じで、ダービー賞が命を狙われることになってしまう。で、途中から、グランサムにですね、こう、相談に乗ってもらって、二人で協力をして、危機を乗り越えつつ、真相を、まあ、暴いていくというお話ですね。簡単に言うと。で、結構長い映画で、2時間20分ぐらいあるんですけど、ただ展開もスムーズでですね、見てても疲れないです、特に。で、ダービー賞が狙われる理由っていうのも、途中でもうはっきり、分かってくるんですけど、で、誰が狙ってるっていうのも、まあ、分かってくるんですけど、ただまあ、それが分かっても、その、ダービー・ショーとグランサム二人が、いろいろね、こう、障害に遭いながら、殺されそうになりながら、危機を乗り越えて、真相にたどり着いていくっていう、その、まあ、プロセスをね、見ていくっていうのは、スリリングですし、見てて楽しいです。で、終わり方も綺麗でですね、なんかスッキリしてます。見終わった後には、なんかこう、見なきゃよかったみたいな感じではないです。嫌な気持ちになるとか。なんかいい感じで終わるなっていうね。そういう映画です。私はこの映画、最初に見たのをちょっといつだか忘れましたけど、もうだいぶ前ですけどね。だいぶ前に見て、この映画で初めて、あれを見ました。車のエンジンをかけると、爆弾がこう、反応して爆発するっていうね、あの仕掛け。あの仕掛けを初めて見たのが、この映画だったのを覚えてます。今ではね、普通になんか、海外ドラマとか見てたら、まあ、ある意味よくあるパターンというかね、いう感じのその、トラップですけど、当時、これを最初に見たとき私知らなくて、そういう、お、なんだこれ、怖えな。思った覚えがあります。でね、最初見たときはなんかあんまりね、意味が多分分かってなかったと思うんですね、当時。ただなんとなく面白いなって、まあ多分それは内容がどうこうっていうより、映画のその展開とかっていうところで、このその巨大な権力みたいなものに立ち向かっていく二人みたいな。ね。そういうなんかその構造というか、のがなんか面白い。っていう風に思って見ていたと思います。今見るとまた別のね、見方ができて、ああ、なんか選挙絡みなんだなとか、この大統領選を見据えてなんだなとか、いろいろね、なんかそういう風な部分もね、普通に見られるようになってくるわけですけど、今もね、中間選挙に向けて、トランプさんがいろいろとこう、まあ、
やってますけど。別に彼が、同じように、ね、暗殺を指示してるとかそういう話ではないですけど、まあただいろいろあるんだろうなっていうところは、なんとなくね。まあこれ今回選んだの偶然なんですけど、なんかそういう部分も、あ、そうか、中間選挙だなとか思いながらね、ちょっと見てました。はい。で、まあ、さっき言った通り、長いですけど、なんかスーッと見られる映画なので、もし見たことなければ、これは一回見てみてもいい映画だと思います。またね、ジュリア・ロバーツとデンゼル・ワシントンはね、若い。まあ当たり前でしょうけど、なんかね、二人がすごい若くて、びっくりするって言っては、なんか失礼なのかもしれないですけど、あ、なんか時代を感じるなって感じです。はい。で、その点数的には、私の中での点数的には 3.5 ですかね。5点、星、5つ、5点満点中 3.5。まあ、だいたいなんか毎回これぐらいの点数になってるような気がするんですけど、3からまあ4ぐらい。一番いったので 4.5 ぐらいだったかな。ただ他にも映画見てて、実際にはですね、星2つとかもありますよ。ただそれはちょっと、まあ、どう喋るかっていう、その喋り方にもよるんでしょうけど、あんまりそれを紹介する気にちょっと自分の中でならないので、まあ、そういうのは、こう、省いてるということですね。あ、ちなみに、今回のペリカン文書と何にも関係ないですけど、シャークネードっていうね、竜巻というか、その台風の中にサメがこう入ってて襲ってくるみたいな、独特の世界観の映画が、なんとシリーズ5作目まで出てると、今度6作目が出るみたいな、そういう映画があるんですけど、それのね、1話見ました。うん。なるほどっていう感じでした。私個人的にはあんまり、そのなんか、ハマらなかったですけど、ただなんかね、ちょっとニヤッとしたのは、なんか、ちょっとゲームっぽいようなところがあって、なんかね、主人公がそのサメのその群れとかと戦うのに、チェーンソーとかを持ち出してるところが、なんかちょっと、ああ、なんか、なんだろう、あ、B 級な感じだなっていうところが、なんか、面白かった。なんですかね、あれテキサスチェーンソーのレザーフェイスが振り回すと怖いんですけど、ああいう感じの映画チェーンソーを振り回すと、なんかゲームで、ちょっと強めの武器手に入れたみたいな、そういう感覚になってしまうっていうね、不思議な感じですね。はい。ということで、まあ、最後ちょっと話が関係ない方向に行ってしまいましたけど。ということで、今週の映画はペリカン文書でした。はい。では、今週の朗読です。今週は、大量出血というお話です。子供の頃、仲良かった友達と二人で、ブロックの塀に登って飛び降りていた。小学一年の時だったと思う。ガキだったから、上がって飛び降りるのが面白くて、何回も繰り返していた。で、何回目かわからないけど、俺がまた上がって飛び降りようとした時、友達が後ろから上がってきて、俺のケツに下から頭突きをかましやがった。俺は突き落とされる格好になって、脳天から地面に落下。高さは2メートルないくらいで、下はアスファルト。ガキの力じゃ、手で体重支えることもできなかったんだろうな。俺はおでこから地面に落ちて、着ていたポロシャツが数秒で真っ赤に染まった。俺はもちろん号泣していたから、あんまり覚えていないんだけど、自力で歩いていた。血が死ぬほど出てるってことは分かっていたから、とにかくお母さんのところに行かなきゃと思って、泣きながら家に向かった。ガキだから仕方ないと思うけど、友達は泣きながら逃げちゃった。あまりに血が出ていたから、ビビっちゃったんだろうな。とにかく俺は、顔面とシャツを真っ赤に染めて、泣きながら家に向かった。今考えたら、2メートル弱の高さから、コンクリの上に、頭から落ちたらやばいよな。その時、血は半端じゃなかったけど、俺は泣く元気があって自力で歩いていた。でも、とにかく血の多さが恐ろしかったんだ。
俺が流血しながら家に向かう途中、おばあちゃんがいた。おばあちゃんは俺を見て、大丈夫だよと言って通り過ぎていった。その時俺はパニックだったから何も感じなかった。でも変だろ。ガキが大量出血しているのを見て、大丈夫だよ、だけでスルーだ。まあその時は俺も華麗にスルーして、とにかく家にたどり着いた。おかんは俺を見て、もちろん驚いている。その時の俺のシャツは、真っ赤に染まるだけじゃなく、生地が吸い切れない血をポタポタ滴るくらい、俺は流血していた。歩いてきた道にも、点々と血がついていた。ここからが不思議なんだ。俺はおかんのところにたどり着いて、安心したこともあって、少し冷静になった。そうすると、頭が全然痛くないことに気づいた。おかんは、どこ打ったのと聞く。おでこだと俺は答える。おかんは血を拭きながら、俺のおでこを調べる。おかんがいくら調べても傷はない。俺も全然痛くない。でもシャツは真っ赤。道にも血が点々。その後、おかんに連れられて医者に行ったんだけど、傷がないんだよ。ちなみに、今も傷はない。怖くないけど、不思議な話でした。はい。という、本当にちょっと不思議な話ですが。これはどう考えても、おばあちゃんが何かしたんでしょうね。大丈夫だよって言って、何かこう、治療的なことをしてくれたのか。一体何者だったんでしょうね。ただなんかその、本当に善意でね、例えばまあなんか、いい神様とか、まあ天使とか、そういう系統の何かで、もう本当に善意だけで傷を治してくれたのか、もしくは、ね、なんか見返りをこう持ってね、やろうとしていたのか。まあただこの語り手はですね、今も傷はないというふうに言っているので、まあ、その後も何もなかったんでしょうね。おばあちゃん何者でしょうね。すごいなんかこう力を持っている人で。もしかしたらこれ多分、その子供の時から何年も経ってるでしょうけど、今見ても同じ姿でね、どっかにいたりするような、まあそんなような存在なのかもしれないですね。ちなみに、私もですね、子供の頃高いとこから落ちて、顔面を打ったことがあります。痛かったな、あれ。思い出しても。まあ、こんなひどいね、出血はしなかったですけど、顔面から落ちてね。まあ、幸いその傷とかも別に今残ってないですけど、あの時は、びっくりしましたよ。あと、これはちょっとゾッとするなっていうのは、なんか友達ともう夜ね、ちょっと暗くなり始めた頃にね、なんか喋ってたんですよね。で、どこで喋ってたかっていうと、マンションの入り口にある、こう、鎖？車が入れないようになっているための、歩いて入る分には全然大丈夫なんですけど、車が入れないようになっている、こう、なんか、ガードみたいな感じで、鎖がこうあったんですよ。で、その鎖にこう座って、ちょっとブランコみたいなのかと漕いで、みたいな感じでね、やってたら、でもバランス悪いから、そのまんまバンってバランスを崩してですね、思いっきり後頭部を打ったんですよね。アスファルトに。そんな大した高さじゃなかったですけど、あれはなかなか危ないですね。後頭部打つっていうのはね。まあ、幸い、何もなかったですけど、別に頭が割れたとかね、血が出たとかなかったですけど、思い出しても顔がしかむぐらい痛かったのは覚えてます。まあ、子供の頃はなんかそういうのありますよね。なんかブランコとかでも結構無茶なね、遊び方したりしますからね。子供っていうのはね。はい。ということで、今回のお話は、大量出血というお話でした。では最後お知らせですが、特別新しいことはないんだけど、
先週の日曜日に公開した死刑遊戯というですね、スピ作品の方が、まあ今までとちょっと、今まで帰ってきたものよりももっとこう、なんだろう、リアルなというか、現実的なというか、そういう感じの話で、私の中でも、ちょっとチャレンジだね、チャレンジングなところがあって、普通のその、書く話でも割と会話多めだと思うんですけど、さらにこの死刑遊戯という話はですね、会話が多くて、で、まあ一応その対立するね、考え方というものを、こう、ぶつけさせるっていうようなものになってるので、なかなか書くのが、なんか普段書くものよりもちょっと違う大変さがあって、まあ面白かったんですけどね、自分でも書きながら。で、それが結構聞いていただいた方の中で、なんか考えるきっかけになったっていうようなね、ことを言っていただいてる方が結構いて、それはまあ、ありがたいなと、嬉しいなというふうに思います。まあ、いろんな考え方があるのでね、それをまあ聞いて、自分なりのいろいろ、その答えというか、意見を持っていくっていうことが大事じゃないかなと思います。なのでまあ、まだ聞いていないという方は、ぜひ、そちらの方も聞いてみていただければと思います。はい。ということで、白線ラジオ第69回目ですね。今回はここまでとなります。また来週。来週はですね、またちょっとある事件についてやりますけど、これは私がまだ子供の頃に聞いてですね、ものすごく怖いと思った事件です。まあ来週をお楽しみにということで、はい。ということで、ではまた来週よろしくお願いいたします。さよなら。